バキバキバキことホズミツバキです。はい、今日もですね、琵琶湖に来ています。はい、ということでですね、琵琶湖に来たらですね、ウェーディングをしている人がめちゃめちゃ多かったので、私もやってみたいなと思いまして、ウェーダーを買ってみた。チェストフェルトウェーデーリミテッド、これがね、M サイズ3クッパで売ってました。それでは開封したいと思います。じゃーん、うわ、結構重たいですね。おー、でかっ合わせるとここまで来ちゃうんだけど、え、大丈夫かなこれ。え、ちょっと、まあいいや、変えてみよう。よし、あー、これ熱いかな、この上から来た方がいいかも。これも脱ごう。どうなってんだ。あ、オッケー、こうだよ。あ、ちょっとかっこよくない？なんかヤンキーっぽいけどどう？え、よくない？これ、いいかもしれない。おー、え、いいんじゃない？これ、足元はね、こんな感じ、こんな感じ。うわー、無敵感あるね、これ。無敵だわ。ちょっとスズメバチとかかかってこい的な感じだよね。ちょっと、刺されても大丈夫的な。で、ライフジャケットつけて、これでいざ、水の中に入っていこうと思いまーす。うわー、気持ちいいですね。バイブレーションやってみたいと思います。ちょっと15センチくらいの魚をバスが追いかけてるの見ちゃったので、そう、大きさをちょっと同じぐらいにした方がいいのかなと思って、ブライトスイマーにドライブショットをつけたスポンジかけでやってみたいと思います。さっきのボイルまた怒んないかな。やばかったよな。さっきの魚がもう完全に捕らえるところまで見ちゃったもんな。あ、めがかった。
震える、震えるよ。バレッジスイマーね、やりましたやりました。メガカリを外して、で外れたと思ったらなんかグググググって重くなって魚になってました。メガカリが、あー嬉しい。ブリンブリンな、ホッコマスゲットしました。測ってみました、やったー、やった。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。